性でも同性でも、うん、すごい執着されるというか、うんうん、いつの間にか私がしんどくなっちゃう、うん、愛の形が変わると、うん、ストーカーみたいになったりとか、うん、これまずめちゃくちゃあるんですよ、うん、お願いします。河合さん、はい、いやお久しぶり。お久しぶりですよね。お願いします。多分20年ぐらい前にご一緒させていただいて、ね、そうそう以来ですね。お互い何の仕事かも覚えてない何の仕事かも覚えてないんですけど、多分その時私たちがやってた番組にゲストとして出演していただいた時だったと私今思い出しました。本当？多分そうでした。そうでしたっけ？はい、多分いやーねーそこ無駄しております。思い出したいですよね、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。有沙先生、はい、はじめまして。はじめまして、ね、よろしくお願いします。なんて呼び合います？今日ね、あ、じゃあ有沙先生、先生で、有沙先生、はい、がいいですか？何がいいですか？有沙先生にしましょうか。有沙ちゃん急に縮まった感じ。有沙先生、有沙先生、はい、じゃあ、じゃあ普通にかごちゃんで大丈夫ですか？かごちゃんで、はい、かごちゃんでお願いします。嬉しい、かごちゃんって呼べるんだ。かごちゃんで、たまちゃんでもいいですか？たまちゃん呼びたい。たまちゃん、たまちゃん、たまちゃん、たまちゃんで、かごちゃん、たまちゃんで、はい、ちょっと乗っかって、はい、よろしくお願いします。大丈夫です。あ、ありちゃん、ありちゃん、でもありちゃんいいじゃないな。ありちゃん先生、そうか、お任せします。はい、はい、先生、かごちゃん、たまちゃん、はい、了解しました。はい、あの、はい、生まれた時に、はい、お母様が、はい、〇〇〇って名前をつけようとした時とか。そうなんですよ、私カゴアイっていう名前が本名なんですけど、本名だったんですけど結婚して変わったんですけど、で下の名前のアイっていう名前がもともとパセリあるじゃないですか、うん、あのパセリにしようって決めてたみたいです。パセリちゃん、はい、なんで？なんか、うん、うちの母親がパセリが好きで、でそれでパセリってしようかなって思ってたって言われて、うん、本当にやめといてよかったと思って、カゴパセリだとまたちょっとはい、そういう名前をつけられてたらしいです。お母さんちょっとポップな感じ、ね、かなりポップなので、なんかその時のひらめきとかで生きてるところもあるので、よかったな、パセリじゃなくてって思います。確かに、はい、なんかワンちゃんとかだったらいそうですけど ね、パセリちゃんとか、そうなんか、そうか、ね、そう、かわいらしいけど、ここはとか、はい、ね、パセリそれはカタカナでっていうことで、多分カタカナでパセリ、真剣に言われたんで、真剣に本気だったんだって、はい、なんか可愛いお母様、そうですね、きっとでも自分の好きなものだからこう娘につけたいっていうのはこうちょっと愛は感じますよね。ねえ、仲良し、仲良しです、すごく仲良しです。いいと思う、いいと思う、はい、お話ししてみたくなっちゃいました。そうですね、お母さんさあ実はね、うんうんうん、もうね、事前鑑定、はい、有沙先生、そうなんですよ、いるんですよね、はい、ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。私の鑑定方法っていうのが、はい、口寄せっていう風な形であるんですけれども、はいはい、口寄せ、うん、あの簡単に言うと見たいものに対してメッセージが降りてきたり、うん、あとはメッセージっていうことよりはダイレクトに話しかけられるんですね。でこれって分かんないじゃないですか、分からない、でだけどそういうところの形で、うん、例えば誰々さんの気持ちが知りたいとか、うん、私の未来が知りたいとかっていう時に、うん、そこに対しての答えが言葉として出てくるっていうので、でそこで、カゴさんについて見てくださいっていうことだったので、はい、それ誰の声なんですか、ね、それはその時によるんですから、結局違う、そうです、違う声なんですね。もちろんもちろん、あの基本的にお気持ちを見るっていうことがすごく得意なので、うん、はい、例えばこう対人関係だったら、うん、お相手様の気持ちって言われれば、うん、その方の、もしくはその方から関わってる方とか、うん、で人って人間がみんな関わっていくじゃないですか、はい、なので関わり方によってっていうので言葉と、うん、あとはあの比較的私映像が出てくるので、映像、うん、見えちゃうってことですか、その映像。そうなんです、そうなんです。なのでその映像とともにお届けするみたいな感じ。面白い、すごい、ね、
思議な力。不思議ですよね。不思議ですよね。疲れますよ。ご自身でも不思議ですよね。見えちゃったり聞こえると。普通に大変です。あ、やっぱそうなんだ。なんかちょっと鳥肌立っちゃった。すごい。なので事前に見せていただいて、はい、今回は、愛ちゃんの人柄を教えてくださいみたいな。そうですね。方で、うん、どんな。はい、どんな方ですかみたいな。そうですね、どんなタイプですか、うん、あとどういうことこう考えてるかなとか、うんうん、どういうふう考え癖があるかなっていうところから、うん、どんな人かっていうのは見えてくるし、こうどんなふうに歩んできたかっていうのを過去に遡っていって、うんうん、あ、この頃の時は、うんうん、その頃のかごちゃんが語りかけてくれるわけです、うん、それをこうお伝えするっていう風な形で基本的にさせていただいてるので、ちょっと早速ね、すごいです、知りたいですね、知りたいです、知りたいです。自分のこと何一つわからないで、何一つわからない、行方不明だから教えてください。あともう一つは、はい、あの生年月日とかをいただいたので、はい、ホロスコープと合わせて、ホロスコープは聞いたことあります。なのでこれデータで、合わせてという形で、いろんな鑑定法があって総合的に見ると。そうですね、やっぱり言うなれば口寄せといっても周りの方にやっぱり聞こえないし見えないものであるし、うんうん、っていうものと、まあ、精度を上げていくためにはやっぱりこう統計学的なデータっていうのは絶対必要だし、正しくデータがあるんだもん。そう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 、生まれた時から、はい、地図みたいな形でね、はい、トモさんなんかね占い好きですもんね。ホロスコープはね、こうホロスコープは、はい、うん、そうなんですね。だからヤギ座だけど、うん、それは太陽星だよね、うん、そうそうそう、そういうのもあるんですか、うんうん、ね、いろいろね、金星はなんとかとかね、そうそうそう、深いですもんね。そう、全部これ、え、出てるんですか、うん、すごい細かい。え、そうですか、風、風、水、風、火、そう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 、で、何座の何度にあるからって言って全部の今度はこれはデータなので、はい、うん、でもそう、何から聞く、何から聞く、何から聞く、いっぱいある、はい、どんなタイプから聞きますか。あ、そうです、タイプ、私はどんなタイプの、そうだよね、はい、うん、気になります。カボさんって、うん、ちょっと待ってね、ちょっと確認で一応取って、うん、はい、カードで、カードを切る、うん、でカードを切るのは基本的にはもう確認作業なんで、うん、はい、すごいすごい、またタロットとは違うね、エンジェルカードみたいな。そうですね、なんか出てきた、コンフィアンセ、フィアンセ、フランス語なんでね。あ、フランス語、うん、絵が素敵。そうですよね、でも上がりますよね、もう楽しいです。絵が素敵だと上がりますよね。何って気になっちゃ う、なんかちょっとセクシーな、セクシーっていうかダンスと女子の、うん、全部そういうなんか、なんかそんな感じですね、うん、全部そういうカード、恋愛系的な感じの写真ではありますね。そうですね、恋愛のカードなんですか。特にこのピンクの方はロマンスエンジェルって言われてるので、うん、まあ恋愛とかでも、恋愛って基本的には気持ちの中で起こることですか、はいはい、だからお気持ちを見たり、うん、性格を見たりっていう形で使うの で、うん、でこっちの方があの大天使ってミカエルカードって言われてるので、うんうん、この青い方ね、はい、なので性格とか生き様とかみたいなのが見えるんですけど、まあ、確認なのでね、ですね、はい、どんなタイプかって言われると、うんうん、はい、あのカオさんは基本的に何でもとにかく好きなものはやってみないとたまらないっていうタイプなんです。合ってますか。合ってる。何よりやっちゃう。そうなんですよ。で、それがすごく出てるんですよ。でその通りなの、うん、でそれがここのカードにも出てるし、うん、先ほど言ったこのホロスコープだと、はい、一番最初の月っていう星座っていうのが、はい、心を表すんですね、はい、でそこのところのものがずっと出てるんですけれども、はい、とにかくいろいろなことを次々と試してみたい。でこのワードが出てるっていうことは試さないと落ち着かない。そうです、本当に、うん、やっちゃうの。本当にそう、何でも興味の持ったものはやりたいタイプで、うん、もうそのやらない自分が嫌なんです。でそれが心のベースにあるので、タイプ的にはやらないと落ち着かない。そうです。でそこをどうセーブしていくか、はい、どうコントロールしていくかっていうことでこう、はい、大人になっていく、はい、生きながら、はい、
なので失敗も OK。 いや大丈夫だ。 OK。 なので取り戻しが来てるので、これから取り戻し、うん、はい。で、実はそのタイプであるがためにやらなければいけないこと、それから あとは、うん、やってはいけないことっていうのを10代20代でやっちゃってるんです。なるほど、うん、なので、はい、そこのところの、うんうんうん、まあ、ちょっとこう振り返りをしながらできたら、はい、未来すごくいいんで、そこにつなげるための話が、もうその一言だけで救われます、ね、うん、未来いいんだ、いいですね、未来良かった。まずもうズバリそういうタイプです、はい、もうやらないと我慢できないから手出しちゃうね、はい、そうなんですよね。本当 なんか好奇心を、そう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 、で特にもう10代ぐらいまでっていうのがもう伸び伸びきて、はい、でちょうどその頃が多分一番最初の芸能界の時期になったりじゃないかな、はい、ね、はい、12歳が、はい、そうだよね、12歳でデビューしました。子供って言ってもね、子供でした、12歳ってね、から働いてってすごいですね。全然すごくないですよ。すごい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 。いや私12歳の時はもう、どうでした、12歳の時は。駄菓子食べてましたよ、テレビ見ながら。私も食べてました、食べてました、菓子パン頬張りながら踊ってました。でも踊ってね、頑張ってらっしゃったから、で本当にベースは粘り強いんですよ、すごく、粘り強い性格、粘り強いし、うん、でやっぱどうしてもそうやって接しちゃう。それからもう一つ特徴があるのが、うん、すっごく愛されてる、愛されてる、愛されてる、いい意味でも悪い意味でも、悪い意味って何か、悪い意味の愛されてるのですか。やっぱり、まあ、言うなれば例えばこう愛の形が変わると、うん、ストーカーみたいになったりとか、うん、あります、ありました、あれまずめちゃくちゃあるんですよ、うん、だから自分は振り回しちゃうんだと思ったんですよ。男性だけじゃなくても女性の方でもやっぱりすごい執着されるというか、もうなんか可愛い愛してるがその異性でも同性でもそれが起きて、うん、いつの間にか私がしんどくなっちゃうっていうことが結構起きます。モテて羨ましいって思うけど、全然モテないですよ、ね、うん、あんまり、ね、重い愛は嫌ですよね。そうなんです、はい、うん、重たくなっちゃうみたいな、うん、ね、モテモテ辛いですよね、いいんだか悪いんだかみたいな、そうそう、だからいい意味でも悪い意味でもとても愛される方、うん、うん、それは多分一生そうだと思いますよ、これから。まあでもこの仕事だからね、まあ、私に働かせればね、いいっちゃいい、そうですよね、そこをどうやったらいいんでしょうか、見極めるのがまた難しい、その見極めるところで先ほど言った、はい、本当はやらなきゃならない時にやらなかったっていうところが生きていくための基礎能力、お勉強、ちょっと鳥肌立っちゃうんですけど、あ、これから、いや本当にやない、最近本当にそれを感じてて、なんかそのこれから、まあ、そういうなんか、まあ、仕事の面でもそうですけど、うん、まあ、そういうことを学んでいこうと思って、今本当にその勉強を始めてて、なんかそこがやっぱり足りないから。